どうも、皆さん、こんにちは。こんばんは。ナッツとラールのゲーム研究室、ナッツです。本日は、モンスターハンターライズの動画になるんですけども、ついにね、製品版発売まで1週間を切ったところになるんですが、皆さん、体験版楽しんでますでしょうかマガイマガド相当強いですよね。 何回もチャレンジしてようやく勝てるようになったんですけども今回の動画は製品版発売までになんとかマガイマガドを討伐したい方向けの動画になりますそれで今回は実際のマガイマガド討伐のコツとかではなくてマガイマガドのクエストが始まった時の初動とおすすめのルートのご紹介になりますこの後実際のルートをご紹介していくんですけどもまず結構重要になってくるのが人玉鳥っていう環境生物だと思います体験版ではご飯を食べて例えば体力 の上上限を上げたりとか何かしらステータスをアップさせるっていうようなことができないので特に人魂取りを回収しながら向かっていくっていうのは結構大事だと思います。 ちなみに人玉どりの種類なんですけども緑色が体力アップ黄色がスタミナアップ赤が攻撃アップオレンジが防御アップ体験版ではこの4種類だと思うんですけども製品版の方ではどうやら虹色の特別な人玉どりも存在するようですちなみにこの人玉どりっていうのは持続強化生物といってクエストが終了するまで効果が持続しますさあそれでは普段自分が実践している初動とおすすめのルートをご紹介していきますそれではクエストが 始まったら左手にテントがありますのでそちらによって落とし穴を回収しましょう。 回復とかもありますので不安な方は同時に回収しちゃっていいと思います。そして落とし穴を回収したら自分は一応アイテムボックスによって携帯食料とか回収しておきます。この辺りの回収は必須ではないかもしれないんですけども個人的にスタミナとかはあった方がいいと思いますのでおすすめになります。さあそしたら1番のエリアに飛び降りるんですけどもここで4番のエリアの方に向かって進んでいきます。ここを進んでいくと突き当たりちょっと手前に人玉鳥が1匹いますのでそちらを回収します。 今光って見えてるこれですね。このマ玉リを回収したらすぐ右側に上がります。この付近でマ玉リまだ何匹か回収できますね。このすぐ下に2匹いますのでこちらも回収します。 そして少し進んだところにもう一匹いますのでこちらも回収して同時にそこにいる雪石転がしって読むんですかねえこちらの生物も回収しておきますそして段差を飛び降りたらこのツタみたいなところを上がって人ドリを回収してそのまま上に上がっていきますツタの途中にある人ドリを回収してそのまま降りちゃってもいいと思うんですけどもこんな感じで上に上がるとまだ何匹か回収できるので個人的にはこちらがおすすめです上の人ドリを回収したら後ろを向いてこんな感じで で木の方に向かって飛び降りると下にもう一匹人玉鳥がいますのでそちらを回収して今度はレイヤーの送流になりますレイヤーの送流にかかる時間はちょっと武器によって変わりますかね笛とか片手剣とかまあ他にもあるかもしれないんですけどもそのあたりはかなり簡単にレイヤーの送流が可能です 今回は狩猟笛なんですけども、狩猟笛の場合は、鉄柱主義の芯打を一発当てれば、走流ができます。走流したら、マガイマガドの方向かっていくんですけども、7番と9番のエリアの間、ちょうどここにも人玉鳥1匹いるんですけども、ここはちょっとレイヤーの走流しながらだと若干取りにくいので、スルーしております。ちょうど今回収したんですけども、マガイマガドが12番にいる場合は、今通っていたこの通路に1匹と、13番から12番に向かう通路に1匹体力の人玉鳥がいますので、そちらも回収します。 自分は普段初動とルートはこんな感じでマガイマガドまで向かっております個人的には結構おすすめなルートではあるんですけどもちょっと遠回りして時間をかけて無理やり人玉取りを回収している感じにはなりますので現状すでにマガイマガドを討伐できていて少しでもタイムを縮めたいっていう目的の方にはもしかしたら不向きかもしれませんただこのルートで行くと結構ステータスの強化ができるかと思いますので討伐できる可能性も少し上がるかと思いますよかったら一度試してみてください はい、ちなみにスタートして結構早々に回収したちょっと読み方間違ってたら申し訳ないんですけども雪石転がしっていうのも結構有効で当てることでモンスターの動きを鈍くすることができるので例えばマガイマガドの場合だったら怒り状態になった時にぶつけてみたりとか是非、えー、使ってみてくださいはいということで今回は非常に簡単にではあったんですけども体験版のマガイマガドおすすめの初動とルートご紹介させていただきましたいかがでしたでしょうか製品版の発売まで あと少し楽しみに待ちましょう。ということで本日もここまでご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。そして Twitter が新しくなりました。新しい Twitter の URL は概要欄にありますのでそちらからフォローよろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。